はい、皆さん大変長らく、全然長らくちゃうかったな。ほんまに2、3分ぐらいしか、はい、やってないけど、まあいい、はい、お待たせしなくていいんで。そう、お待たせしなくてね。はい、まあ、ジャンサク TV は皆さんお待たせしません。サクサク、サクサクいきます。はい、ジャンサクのサクはサクサクのサクです。はい。はい。というわけで、いよいよ後半戦。はい。スタート。平たいんでね。めっちゃ平たいです。全然わかんないです。はい。どうなることやら。はい。はい。多分もう、対局者も、まあ。ノリノリさんが、うん、まあ、この4半チャン目にトップを取ると、うんうん、ちょっとアドバンテージでいきますかね。そうですね。うん。うん、あ、もう対局スタートしました。はい、みんな早い。さあ、それでは後半戦。第4回戦ですね。東海の開始です。おー、いい手だ。あ、なんか。あ、ノリノリさん、そうですよ。メンバーチェンジしたんですよ。緊張してますね。はい、なんかちょっと手の震えが。見ますね。いい手だけれどもメンツはない感じですか。うん、うん。タッチさん、ダラはリャンピンです。ね。メンツはない。まとまってるんですけど。両面がね、いっぱいあるし。まとまってるんですけど、うんうん、メンツはないって感じです。じゃあこちらタッチさん。タッチさんと。うん、ミラージュさんが場所が入れ替わった感じですね。ああ、うまいですね。おお、これで2メンツ目も完成。ほら、形がいいんで、いいですね、メンツはね、すぐできますよね。うん、ドラドラ。ちょっと泣いていいですか、あれ。泣くわけないでしょ。もう泣かしてください。泣かしてください。え、ほんまにこれ泣かへんの？泣けへんの？絶対泣くよ。こんな急ピン切ってとりあえず泣くわ。泣かん泣かん。じゃあこれ一平行の形もできた。どうすればもう一応、あ、あんこにするんですね。わかりました。すいませんでした。じゃあスーピンを切って。で、そうですね、リャンピン固定。あと、ここでちょっとメンツが、ね。まあ、でもまあまあ、キューピンも振り点ですね。想像嫌ってると、老朽層でこれで一発も出す。あ、想像の方はね。うん。想像を嫌ってると、今ので一発も出した、うん。難しいところですけどね、本当に。じゃあ、リャンソと、リャンソじゃあ、リャンピンとスーソーのシャンポン。はい。チューンがあるので、役はあるので、出上がりも効く形。どうしますか？これはどこかのタイミングでリーチとか。いや、リーチしないんじゃないですか。ないですか。これで持ち持ちになりましたね。チートイツも見える。これスースーちょっとやばいですよね。あ、これは振り点だ。振り点の方で行きましたね。両層。どうせ出てこないんだったら、積もってでいいじゃんっていうことですかね。積もの枚数が多いので。これ本当ほら、これが危なかったんですよ。スーソーが実は。あ、ほんまですね。うん。さあどうなる。さあここでも酸素とリャンピンのシャンポンにも取れますが、あ、酸素とのもうリャンソーでそのまま行きましたね。ノリノリさんのこのスーピンもちょっと危ないんですよね、うん、実は。あ、あ、あ、おーっと。リャンソー。今の結構スーピン切り。今の結構スーピンが出やすいんですけどね。え、めっちゃ出やすくないですか、はい、え、だって、もしさ、ウーピン切り。管材がね。そう、管材あるから、なんかね、ピンフとかつくとか、いろいろとなんかね、うん、あったりとかしたらちょっとあれかもしれないですけど、今だから切る瞬間になんかあっていう感じにも見えましたけどね。なるほど。え、今の神回避。さあ、あ、どっちにしよう。あ、そうか。あ、そうかそうか、もう回ってた、ローピンね、回ってたから、これだいぶ展開が変わってますよ。さあ、リャンソー対、お、積もりましたね。リーチ積もったんやお。1、2、3、4、5、トパン。
ワンツーオール。はい、12000オール。これだいぶウイスター。今のウイスター、ね、だいぶ違うよね。宝珠から。今スーピン切ったら宝珠なんでね。で、タッチさんもね、シャンポンやったら先に上がれてましたね。うん、さあ、いろんな展開がありましたが。今の後先結構大きいですよね。いろんな意味で。いろいろ違いますね。ね、だって。タッチさんも上がれてたところがあったし。さあ、ノリノリさんのレンちゃんです。ドラバトン。お、いいじゃないですか。お、イペコができましたよ。できました、ね、出来上がりイペコってやつですね。一半ちゃん目に強い。うん。二三点ですからね。まあ、何が統一になる。お、あ、お、九万眼光。どうします。ローピンを切る。さあ、こちらも手が良くなる。さあ、これでテンパイ、一旦ウーピン短期。はい。でも、一平子があるのでね、もしポロリしても上がれますね。そうですね。まあ、でも、すぐに間違いそうですね。さあ、ここは管理麻生。管理麻生対ウーピン短期。この麻生は上がれない。あ、どうする。あ、このウーピンが、あ、これでウーピンと三層のくっつき感じですね。神回避、神回避。さあ、ここは貫禄ピン。そしてミラージュさんがリーチしていますね。待ちは数値層。カンローピンがここにあんこ。すごい、これも。そう。さあ、すごい展開ですよ。タッチさん。ここは、ノリノリさん。すごい、でも一発目にね、チーピン。でもね、チーピンいけないですもんね。もうあんなの。結構ね、それから普段だったら行ってるやつもなかなか行けなかったりするんですよね。はいはいはい、放送だと行けない。短期決戦っていうだけで。はい、積もりました。リズムドラドラ。いつもドラドラ、裏はなりませんが、ワンガン3000、5000の一本場、4000、6000の積も上がりです。いやー、すごい、さまってやっぱすぐに後先っていうんですか、なんかいろいろとね、変わりますね。結構なんかいろんなあやがあるというか、ね、ありましたね。この 1曲目2曲目でいろいろありますね。あと2曲、ミラージュさんのやっぱドラマチッピンです。あとお、いいローピンを入れて、はい、もう3面積できてましたよ。ね、早かったですね。早かったですね。小数字。あれ見ていいですか？一応見るでしょ。でも、シャアがもうあれなんか、あ、シャアが統一だ。うんうん。あ、え、追走小数字。ワンズの方いつ何百万になったね。ポン。お、本一ですか。本一ですね、一応。カンパチ。カンパーソーリーティ。DL リーね、なんか忘れちゃった。
ダイレクトモロヒカキをなんか英語にしたなんかおしゃれな言い方があったんですけど、ちょっと忘れちゃいました。さあ、カンパーソー。カンパーソーは、場には0枚。手の内に2枚。残り2枚。ポン、あれ？あ、トーンもう来てた。トーンはドイツじゃなかったですね。はい。かもこれいかないですかね。ちょっと押しづらい。どうなんですかね。あ？カンパーソーはまだ山に2枚。お、天敗。あー、これで。まあ、闇天で上がれるんでね。そうですね。リーチ、ドラが1、2、3の裏が1枚。8000は8000の出上がり。チップが1枚ですね。はい。今、現物にやったばっかりだったんでね。マスター厳しいですね。さあ、トーン3曲、タッチさんの山、ドラはリアンソーです。何アンコー？うんうん。お？ソーズが多い。多いですね。一旦リャンピンって。チンポン。イライリュさんがチュンのポン。イーシャンテンですね。ん？ん？タッチさんイーシャンテン。サブローピン換算層のイーシャンテン。ほんとだ。サブローピン入って換算層リーチとかやっぱしないんですかね。いや、するんじゃないですか。しますか？許してくれますか？はい。はい、ありがとうございます。いやー、どうなんだろうな。でも役配だしな。うーん、え、なんて聞いてる、え、聞いてないですか、ね、あ、聞いてないか、はい、聞いてないんですよ、役がないんですよ。じゃあリーチです。うんうん、え、ポンして鼻出すのはありなんですか？鼻肺空気ってことは、ポンした時に鼻肺を前に切る。ああ、ありですよ、もちろん。ありですよね。もちろんありです。ポンして鼻肺出すにしてもありと、にしてええと思うねんって。まあ、でも、この、後輩ルールがそれなので、あの、ストリートジャンソーは結構ダメなところが多いですよね。あ、そうなんですか。もう鼻前に切れるところ。鼻前に切れるところ。鼻前に切れるところがない。大体ないんで。少ないですよね。リチだ。お、リチ。スッチーピン。ワイシャンテン回ります。一発で引くのじゃないか。筋ここはどこまで粘れるか。うーん、何も切るもんない。チーソー一旦いきますか。一旦チーソー。おお、ドラは？ドラ、ドラは取ってない。もうパンパンに行きましょう。ドラ。もう一番ロスのない。イーソー、チーソーですか？あ、これはどうしていきましょうか。チーソー、今ね、ローピン押したんですよね。あ、行った。チーソーが。チーソーがここに。ハネマン。二役本一三丁なんで、ハネマン、いますね。いや、リアンソーからね、行って、すごい勝負してたんですけど。何をしました？ノリノリさんの親は、ドラは9万です。シャアがドイツ、リアンソーがアンコ、両面が1つ。花を2枚出して、うん、ショーシャリンだな。お、あ、そういえば今回まだショーシャリン見てないですね。見てないですね。
駐車輪転廃も見てないですね。お、シワンコですか？1個しかなかったじゃん。え、2つありますよ。あった。あります。マジか。はい。ほら。ほんとだ。どっちかって本日かも。お、缶ですか？まだ早い？ノリノリさんでもどうなんやろ、返しない？まあ状況にね、さっきテンパってリーチ打てそうだったら返するんじゃないですか、ね、チーピンとか入ったら返していいですか？ああ、いいね。チーピン入ったら返してもいいんじゃないですか。サブロストとかやったらちょっと微妙。サブロストだったらやっぱペンチーピン嫌ってもいいかな。さっき2嫌ってより良い形で。行きたくない感じですね。まあこれで選択呼吸を求めますか。あんなローピン2枚とか打たれたらもうあんまりやる気ないですよ。誰が先にテンパるか。ジョイシャンテンはミラージュさん。お、白が重なりましたよ。第三弦。チョンは飽きてますね。はい。おー、チョンコ。えぇ、換算層が一枚になる。換算層が嫌や。いらない。この数素欲しかったよね。この数素来たらちょっと何か、あ、でも数素いい、こんな感じ。ああ、そっか。ウパピンで重ねて関して、あ、白はこれはポンが入りますか。おお、置いた。カンウー。カンウーソー。カンウーソー。カンウーソーは0枚ですね。のうちで4枚とも使われてます。カンさあ、テンパイしてるのは今一人だけ。さあ、これでウッパーソーローソーチャーソー、はい、5、6、7、8ですね。はい、さあ、スリオポンウッパーピン。おお、ペン酸素ですよね。え、テンパってました？あ、ほんまですね。え、降りてんじゃないですか？降りてん？え、降りてる？じゃあ、もう席に来てるから。あー、ウパーピンの勝ち。あ、本当ですか？青、ドラが1、2、3。青、三丁、満貫。うわー。ミラージュさんね、辛いですね、今は。はい、でも、まあ、待ち受け自体はちょっと全然なかったっていうか、少なかったので。タッチさんも粘りますね。うん。ノリノリさんは、ノーダメージで。いや、お前、流れノーダメージで親流れるのはいい、ね。うん。だいぶいいですよ。何人かとミラージュさんの親番。からは、そうです。今回はちょっとみんな手配が重いか。そうですね。ノリノリさんが今ね、いいチーピンを入れて。入れましたけどって感じでした。しまったけどみたいな、嬉しい形ですね。ちゃんだけ。タッチさんも、お、関数層が入る。ドラ入りました。ジェラミラージュさん。これはちょっと長引きそうですか？
こでちょっと想像が伸びて、はい、単葉がちょっと見えてましたね。うん、こちらタッチさん。サリアン面ができた、イーシャンテン。はい、振り点ですけどね。え、振り点なんですか。はい、老朽層を振り点になってましたね。老朽層を先に入れちゃいましょう。老朽層を先に入れてのカンチーピン。ウーピンビキ。え、ウーピンビキン待つ。カンチーピンリーチしちゃダメ。ダメですか、先生。ダメでしょう。ダメなの？リーノミでしょ。え、ドライチあるんじゃないですか？あ、ドライチか。あの、スーソーを多分着ることになって。ドロ2つか。あ、これで、ね、ドロ3つぐらいになる予定ですよ。お。お。これ伸びたあるよ。スーチー。スーチーソー、スーチーピン、サンピン、ウーピン。スーチーピン。うん、まあウーソローソもありっすけどね、はい、まあ、これでテンパイウーパースえチートイツウーソ短期ウーソ短期っす。なかなか上がれそうじゃないですよね。うん、え、もうあれはじゃあテンパイ取らず。いやこれスーチピン入ったらリャンペーコありますからね。うーん、スーチピンだったらリーチかもわかんないですね。そうですね、単4もピンもあるんだったら。そうそう、切った。どうしますか、これ3、5、6待ちってやつじゃないですか、ウソ切ったら。そうですね。サブローピン、うお、切りましたね。ウソがね、ちょっとどうなるか。どうするんだろうな。うん、もう今切り、すでに切りたくないとか。うわ、あ、いやウーピンね、しょい。さあ、タッチさん、どうしますか。ちょっとあれですかね。対応してますかね、タッチさんは。あ、ウーソが。お、出ました。単用、チートイツ、ドラが1、2、3、4、5、6。はい、突破2万4000点の出上がりですね。これ大きい。しかも、直撃。直撃できましたよ。一番、ミラージュさんからすれば展開がいい。いやー、ほんとに。ねえ。さあ、ミラージュさんのレンチャンです。一本場、ドラは花杯です。これ今の一曲が、うん、結果的には、もしかしたらね、ちょっと、いろいろと変わるかもしれないですよ、ね。最終結果がどうなるかわかんないですけど、これがポイントになるかもわかんないですね。うんうん、お、青も統一、トンも統一、こちら白が統一、こちらペーガンコ、上のミラージュさんが青をポン、はい、これはいいんじゃないですかね、うんうん、これもまた手腕コが見えてきましたよ。ウーソロースシャー白を重ねたら白が重なった、白がこっちに行きましたね、はい、これいいパターンになってますよね、うん、ミラージュは。そうですね、もちもちにされての、照射輪、照射輪やっていうよりも本一やな。うん、すぐなく、え、あれないといいですよね。いいっす。え、よかったっす。いいっす、許可いただきました。さあ、どうなる、以上からに。
さあ、換算素、換素、受けも残す。さあ、いいじゃん、点。さあ、間に合うか。あっちもこっちも。間に合うか。あっちもこっちも間に合うかな。もう気づけばマイアンタッチさんがすごいいい形のイシャンテンになってますよ。うん、そうですね。ウーピン残したことによって、これでウーパーピン、パーピンが、あ、まだあるん、うん、え、結構ありますよ。ウーパーピン番には0枚、3枚残り3枚ですね。3枚です。スワンコ、ほんまにスワンコや。スワンコの種はローピン、パーピン、白、白がもちもちって言ってましたよね。はい。パーピンが、パーピン2枚。あ、テンパイ。これね。取りたくない。やだ。スピン切り、スピン切りじゃないですか。スピン切りしよう。あ、あ、これだったら当たる。あー、これが当たりになる。青、ドラドラ。ワン、ツー、スリー。スリー。1万2千、1万3千点の値上がり。スーピンだと助かったんですけどね。スーピンだとね、イペコの、ね、イテガリスワンコ。そうですね。もうあったんですけど、やっぱもうリーチを打って。いや、これはもうなんかよくわかんなくなってきましたよ。うん。お前、展開がガラッと変わりましたよ。はい。さあ、ミラージュさんの連チャン、日本はドラはペイです。さあ、こちら、一面ずり、面一つ。ミラージュ第3位あるよ。え、ほんまですか。さあ次に映るのがミラージュさん。本当ですね。これニコニコ1個ってやつですよ。東京で流行ってる言い方。何？ニコニコ1個。東京に心を打ったか。いや、心を打ってない。心を打ってない。おわ、勝者に。いいシャンテン。え、勝者に嫌や。いや、する。いいでしょう。え、泣いちゃダメ。勝者に泣きませんよ。泣いたらあかん。泣きません、泣きません。大三元なるもんだって、これ。いや、泣いたらもう終わる。終わる。終わらへんもん。勝者輪ドラドラですよ。積もった場合も。あ、シュワンコや、シュワンコや。シュワンコもありますね。え、いや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 、これ結構。結構な。まあ、でも早くテンパ入れたいな。何発、何発、何もは1枚。うん、でも白も何も誰の手にもない。スワンコあるね。あるよこれ。ウーソチーソは、ウーソチーソはチーソが1枚、ウーソが1枚ってことは1枚ずつ、1枚ずつありますよ。うっ、来ましたよ。これなんかエロい人は白とチュンのポンしやすくするために先に青切るんですけど、はあ、青切りましたね。でも、もうエロい人ですわこれ。いや、切るでしょ普通。ね、泣きたくないから。だってもうメンツオーバーやん。泣きたくないがゆえに引っ張るみたいな。いや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 、まだ出さんといてよみたいな。いやー、これはすごい手入ったな。うわー、来ますかね。これさあ、テンパイ。リーチを打ってたら、これペンチーピンだ。これピッチーピンね、うん、みんな持ってないんですよ。え、三山ってことですか。三山。どっちが早いかですね、これだから。どっちが早いか。ハクチュン、ウーソとチーピン。あ、びっくりした。違った。さあ、このローピンがいける。うわー、捕まったー。ジュライジュライ、え、これで迷えるんがすごいですね。まあこれはもうね、行ってきますのあれですね。リーチ、ドラが1,2,3,4、マンガン8000は1万点。いやでもあれ、なんか、ワンチャンありましたけどね。でも一旦ね、ローピンにチーピンくっついたときにちょっと考えたじゃないですか。だから考えるでしょ。
ちょっとなんか自敗統一落としして、ウーパーピンとかも2筋いったとかで考えたんでしょうね。あんなもう、ね、ノータイムでいっちゃいません？自分の手にうぬぼれて。あ、行かないですね。はい、すいません。行くかもわかんないです。行っちゃいそうやな。考えれるんがすごいですよね。サオラスです。タッチさんの親番。あれ、ね、展望なかったら何も考えずに行ったと思うんですよ。あ、そうですね。展望なかったら。展望あったから逆に考えたんだ。あったからこそ、安全に、もう一回ちょっと、ね、しかも振り手にもなってないんだったら。なんか他にないかと。でもないやっていう感じですね。別にね、白も青も、青じゃん。白もチュンも通ってるわけじゃないから。それやったらミラージュとしてはこれ一番まずいのは、このままノリノリさんが浮いちゃうっていうのが一番まずくて。なるほど。せっかくいい展開だったのにって感じですよね。うんうん、お、宮原さん、やっぱもう条件分かってません、ね。はい、さっさと流しに行きますよ。もう一刻も早くて。ただ、これタッチさんがこれ早いよ、これ。ちょっといい。タッチさん早いよ、これ。相撲が効かない。ミラージュさん、タッチさん、相撲が効かない。ノリノリさん、お、まあまあまあ、ほふく前進しましたよ。いいシャンテン、よっと、どうしますかこれ。ギャンソーかスーソーか。ギャンソー、そうそう、ね、チートイツも見ましたね。ああ、なるほど。ああ、どうなる。3か5を引くと激アツですけどね。うん、9層か。9層だな。じゃあ、200点。関数リーチ打たない。打たないですね。タンヤオイペコですか？タンヤオイペコドラドラ。うん、これリーチ打たないと手が進んじゃうんですよ、ね。ああ、押さえつけた方がいいんです ね。なるほど。おお、いいじゃないですか。リーチスーピンサブローピン。うんうん。さすがにリーチ。はい。ここが一発ギャッチ。だが使える関老層。換算層。換算層。うわぁ、全員転敗ですよ。あ、これはどうしますか？チーソーに行きますか？おぉ、リーチ。リーチ。え、リーチ。逆もあるが、リーチ行きましたね。お、酸素積もった。酸素積もりました。シャア、大きいな。1丁、1000オール。リーチ棒も回収して。っていうか、ねえ、これは上がりきったのがすごいですね。よく上がれましたね。いや、本当に。うわぁ。全然展開がまた変わってきましたよ。メラージュさんが結構落ち込んでて、マイナス100ポイントぐらいあったんですよね。そうです。ね、でこれで35の、15の50点。50の55点。まあ、マイナス50ぐらいですか。うん、マイナス50の15の20で、プラス？まだプラスには多分なってないですよね。マイナス。プラス40ぐらいか。うんうん。ん？大丈夫ですか？ね、あの、ノリノリさんが。ああ。プラス40ぐらい。で、タッチさんがプラス、うん、20ぐらい。うんうん。20、40、20、60みたいな、そんな感じですね。丸、ウエスト100ぐらいですか。はい。